はい、どうも大勢秋葉でございます。いつもありがとうございます。ということで今回もやっていこうと思いますけども、このチャンネルでは1960年代70年代80年代90年代の音楽やアーティストを中心に、僕が誰からも頼まれてないのに勝手に解説するといったチャンネルになっております。ということで今回もやっていこうと思いますけども、今回はですねちょっと冬の歌ということで、冬をテーマにした、特に昭和歌謡であったりとかフォークソング、まあそういったところを中心に、まあほぼフォークソングになると思うんですけども、お話しできればなと思います。はい、ということでもうね、いきなりね急に寒くなってきたっていう感じですよね。この間まで秋だったんだなっていうことを思い知らされるというかね、いきなり寒くなってきたわけでございますけども、急に冬ということで、なんか最近こう気候の激しさというか変化の激しさがすごいなって思うんですけどね、夏あんな暑かったのにみたいなね。ということで今回冬のねフォークソングみたいな感じでお届けしようと思うんですけども、まあそのフォークソングとか、そういったものに対して冬という季節は、まあすごいこう悲しい季節なんですよね。でまあその別にフォークソングに限らず、冬ってなんかどうしてもこう物悲しいとか人肌恋しいとか、まあそういったこう季節感がねやっぱりどうしてもあるのかなって思うんですよね。ってなった時にやっぱりそういったものを音楽で表現してくれてるっていうのは、やっぱりこういう意味で冬歌、フォークソングがすごくこう冬の季節感、アコースティックの乾いた感じとか、まあそのちょっと、透き通る歌声とか、まあフォークソングってすごい冬と相性がいいのかなと思いまして、まあ今回は冬の歌ということで、僕の好きな歌なんですけどもね、まあいっぱい冬の歌あるんですけど、特に僕の好きな歌を紹介しようと思います。はい、ということで1曲目吹きの塔の白い冬でございます。これもねめちゃくちゃいい曲なんですけども、まあ吹きの塔さんはね結構まあその冬歌っていうのは結構多いんですけども、まあメジャーなので言うとですね、風来坊とか優しさとして思い出としてとか、まあそういった楽曲がすごい有名なんですけども、まあ他にもね冬の楽曲っていうのを多く出してるわけでございますけども、これもすごいちょっと悲しい感じなんですよね。一人で思う秋はもう深く過ぎ去れば、虚しく消えた日々とか、なんかこういきなりこうなんか暗い感じで始まるんですけどもね、秋はもう深くっていうことで、こう今もまさにそうですよね。この間まで秋で急に冬になってきた、こういった時期にぴったりの曲かなと思いますけどもね、あなたに会えた秋はもう遠く迎えつつある、は、悲しい白い冬ということで、この白い冬、冬というものを悲しい色白というところで、まあ置いてるっていうのがこれまた面白いなというところでございますけどもね、秋も寂しいんだけど、秋がなんで寂しいかっていうと、やっぱりこう冬に向かっていく、本格的に寒くなっていって葉っぱとかも枯れて、雪景色が広がるっていう、この悲しいところに行くときにこの秋というものが、すごいこうグラデーション彩ってくれるこう悲しい季節という感じで、そして冬というのは、白い冬っていうのはもう真っ白っていうのは悲しい無の色というかね、まあそんな感じに聞こえるわけでございます。もう忘れた全てあなたのことは、秋の枯葉の中に捨てたっていう風にありますけどもね、こう秋にも捨てて、もう冬は、もうあなたのことをすっかり忘れた自分になっているというような、そういったメッセージ性があって、まあこれも失恋のねテーマなのかもしれないんですけども、まあそういった失恋がテーマになるっていうのもすごい多いのかなと思います。はい、続いて猫で雪でございます。ね、猫さんでございますけど、この雪はですね、まあ吉田拓郎さんが作詞作曲しててですね、まあ猫さんもね、結構いろいろとこう活動していてですね、吉田拓郎さんが結構作ってること多いんですけどね、地下鉄に乗ってとかですね、でもオリジナル曲でもね、各駅停車とか僕のエピローグなど、そういった曲ヒットさせてたりしますけどもね、現在も猫はね、すごい今活動中でね、猫セブンというアルバムなんかも今年出したりしてますけども、まあそういった意味ですごい、アクティブな方でございますけども、この雪っていうのもね、なんかすごいこう単調な感じに聞こえるんですけど、歌詞が結構ね、なんとかこう、川端康成の雪国を思い起こさせてくれるような、そういった世界観になっていて、すごい奥深いような歌詞になっていて、僕はすごい好きなんですよね。続いて、神田川でございますけども、これはまあ超ド級の、国宝級の名曲でございますけどもね、南こうせつさんが作曲して、北条誠さんという方がね、作詞しています。この北条さんっていうのはね、放送作家さんなんかをやっていてですね、こうなんか、新曲のキャンペーンでですね、南こうせつさんが、作詞を依頼したらしいんです。
ですよね。その後ですね、その北条さんが、頼まれてですね、新聞のこう折り込みチラシの裏側のところに、自分の学生時代のほろ苦い思い出とかを綴っていたら、歌詞ができたということで、そしてその出来上がった歌詞を電話口で南こうせつさんに伝えたら、もう旋律が浮かんでたというような感じで、やっぱ名曲っていうのはこういったストーリーがつくのかなと思います。なんかこのできた背景というかね、そしてあと名曲っていうのは割とすぐパッとこう浮かぶものなのかなとも思うんですけども、まあそういった意味ですごいこれも名曲ということでですね、まあ本当フォークソングを代表する一曲でございますけども、まあ本当にこのね、情景描写というものがやっぱりこの曲のなんといっても味だと思いますけどもね、なんかこう冬のね、長い寒い間、洗った髪のちょっと濡れてる髪が、あなたを待ってたせいでこう芯まで冷えてね、それでこうなんか寒いこの冬の季節というか芯まで冷えるっていうこの表現がこの冬というものの寒さであったりとか、なんか恋の行方とかそういったものも含めて表現されてるのかなと思います。はい、続いて、氷の世界でございます。井上陽水さんでございます。こちらアルバムの表題曲なんですけど、このアルバムめちゃくちゃヒットしたということで、氷の世界もすごい不思議な世界観というか、僕のテレビは寒さで画期的な色になりとか、なんかこれ世界観がすごい確立されていて、このなんかいろいろこうなんかなんとか説とかあるんですよ。この歌詞が言っている意味っていうのはどういうのかっていうね、これもまたね、歌詞の捉え方がすごいこう文学的でありながら複雑であって、そしてこうなんかいろんな解釈も取れるというか、そしてその時代性を反映させた歌詞でもあるって、なんかその不思議な言葉たちの間にそのどの歌詞にこういろいろこう研究していくと、その当時の時代背景が見えてきたりっていう感じですごい面白いのかなと思います。はい、続いて、さらばシベリア鉄道でございます。まあこれ大竹栄一さんのねセルフカバーというか、まあありますけど、まあ太田裕美さんが歌ってるということで、大竹栄一さんが作曲したということでね、まあこれもすごいんですよね。こうロシアのシベリアのね、そういったそこの世界観を描いてるんですけどもね、鉄道のね楽曲なんで、なんかね、あの途中でジャガジャ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 っていうところがあって、それもすごいなんか電車に乗ってる感というかね、冬の、雪景色の荒野をね、汽笛をこうピーンって上げて、ふーんってこう汽笛を鳴らして、こう煙ブワーって焚いて、荒野を駆け抜けている電車、そういったものが目に浮かぶような楽曲になっていて、そしてなんかこう何かね、このストーリーのこの歌の主人公の女性は壮絶なドラマがあって、でその中で彼別れを選んだというか、そういったような世界観があって、すごいこれも物語、なんか小説の断片をこう読んでるかのような楽曲で、すごい僕大好きでございます。はい、続いて冬が来る前にでございますけどもね、これ紙風船という、まあフォークデュオですかね、男女のねやってるわけで、このフォークグループのこれね、あの赤い鳥というね、フォーク界をこう、ね、なんかギャフンと言わせた、まあフォークのレジェンドでございます。赤い鳥が1974年に解散した時に、まあそのメンバーだった平山さんと後藤さんという方の夫婦なんですけどもね、紙風船というものをこう結成して、まあ関西中心に活動していたということでございますけどもね、まあいろんな曲発表してですね、ザ・ベスト10に出演したことによって、すごい全国的に広まったということで、この冬が来る前にという楽曲はですね、まあ日本の楽曲教科書になっていたという話もありますし、まあそのね、あのすごいこう合唱曲の定番になってるわけでございます。サビのね、やっぱ高いところがすごいこう、なんかこうなんか何とも言えないこの清々しさみたいなのがあったりするんですけどもね、サビがいい楽曲って感じですかね。これはい、ということで今回冬の僕の好きなフォークソングをね紹介しましたけど、他にも松山千春さんの冬とかねいっぱいあるんですけどもね、今回は僕の好きな曲ということを紹介しました。皆さんもこの冬の物悲しさというものを歌に投影してみて、聞いてみるのもいいのかなと思います。ということで今回は以上です。ありがとうございました。